新聞やテレビのニュース報道を読み解く時事力をつけるための検定、ニュース時事能力検定、略して N 検を目指す方により分かりやすく時事力をつけていただこうというコーナー、毎日新聞 N 検セッション。今日取り上げるテーマはこちらです。高速増殖炉。先々週13日、高速増殖炉文殊の運営主体を変えるよう原子力規制委員会が監督官庁である文部科学省に勧告を出しました。ということで今夜は高速増殖炉について取り上げます。解説は TBS ラジオ中村久人ニュースデスクです。久人さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。原子力規制委員会13日に出した勧告というのはどういうことかというと、はい、この文殊の運営主体である日本原子力研究開発機構が運転を安全に行う主体として必要な資質を有していないと、別の運営主体を見つけなさいというふうに長谷文部科学大臣に勧告したんですね。で、新たな運営主体が見つかれなければ施設の在り方抜本的に見直されるよということですよね。この高速増殖炉っていうのは、はい、そもそも何なん？原子力発電っていうのはウランとかプルトニウムの核分裂のエネルギーを熱に変えて発電するというものですよね、はい、でウランの中には燃えるウランと燃えにくいウランとかある。で普通の今いわゆる原子炉でやってるのはその燃えるウランを燃やして核分裂させてるわけですよね、はい、ところがこの燃えるウランっていうのは世の中にあるウランの中で非常にこう少ないんですよ、量的に。その燃えないウランを燃えやすいプルトニウムに変えれば、うんうん、だからそれが使えるでしょと。燃えにくいウランっていうのは本当にちょびっとのウランで増殖させていけば、うんうん、たくさんの燃料ができるじゃないですか、お運転していけば、はい、だこれが増殖炉の増殖の部分、ね、増やすっていうことなんですね。 でそれと高速っていうのはどういうことかっていうと、はい、今あるその普通の原子炉っていうのは軽水炉って呼ばれてるんですね。普通の水を使って、ウランが核分裂した時に起きる発生する中性子のスピードを落としてその連鎖反応をしやすくしてるんですよ、うんうん、でこの高速増殖炉っていうのはその中性子の速度を落とさず早いままそのウランに中性子を当てると、まあ、そういうことによってプルトニウムによる多く変わっていくっていうね性質を持ってるんですね。おそれで高速がついてる。そう、はい、だから高速で中性子をぶつけて増殖させるといいことずくめじゃないですか。そうそう、だから実現すれば夢の原子炉になるというふうに言われてるわけですよね。久人さん今実現すればって言いましたけど夢のとか、っていうことはまだまだそれは実用にはまではまだまだ今ほど遠いっていうのは、まあ、研究段階ってことですか。そう研究段階っていうかこの高速増殖炉っていうのはまず実験するための原子炉実験炉っていうのを作られて、はいはい、でその後原型となる炉っていうね原型炉っていうのを作るんですね、はいはい、で原型炉で運転していってあこれでデータが取れたなっていったらそれを今度実証的に実験するための実証炉という炉に変わって、はい、でいよいよ最後にそれを実用運転にするための実用炉っていう変わっていくわけです。だからまあ4段階踏まえていくわけですよね、はい、もうそれぞれの段階で技術の基礎が確立されているかどうか、うん、発電できるかどうか経済性はあるか、まあ、いわゆるコストが見合うかどうかですよね、うんうんうん、というのが確認された上で実用化されていくということですよね。でこの文殊っていうのはこの中で原型炉っていうものに当たるわけですね、はい、2番目の段階。だから実験炉の次の2段階目、はい、この後実際に実用化するまでにはまだこの後実証炉とか実用炉っていうのがを手順を踏まなきゃいけないと。先は長い感じがしますが今はだから原型炉って実際にこれで発電本当にできるのっていうことを確認していると。まだ思いっきりクエスチョンな状態。そういうことなんですよね。これ文殊っていうと、ええ、トラブルのニュースばかりだった気がするんですけど。試験運転始めてからわずか1年8ヶ月後にナトリウム漏れ事故っていうのを起こしてるんですよね、はい、しかもその時の現場を撮影したビデオ映像を意図的に隠されていたという、ね、それはことが分かって大問題になったわけですね。トータルでもほとんど動いてないっていうのが状態なんです。海外ではどうなんですか。ヨーロッパではその90年代からもこれコストがあまりにもかかりすぎるぞと、見合わんと、 その上に技術的に非常にこれ問題があるぞということでほとんどがこの高速増殖炉の計画から撤退しちゃったんですね。そうなんですか。今まあ実用化を目指している国っていうのは、まあ、日本を除いてはロシアとか中国インドぐらい。その高速増殖炉っていうのはもうこれまで何十年にもわたって研究されてるんですけども、はい、まだ実用炉っていうのはね存在しないんですよ。存在しないんですか、うん、だからもうその商業運転してるものってないんですよね。そうなんですね。まあその技術的なね困難さって難しさっていうのはもちろん経済的にも行政的にもいろいろと問題があるわけだし、ね、はい、今回原子力規制委員会がね勧告したわけですから、いよいよ、はい、計画自体もこれ見直しがね迫られることになりそうですね、
さあそれではニュース時事乗り子問題です。はい、日本で最初の高速増殖炉、まあ、高速増殖炉を開発するために必要な技術データの取得とか基礎研究を目的とした建設された実験炉っていうのがあるわけですよね。文字は原型炉ですから、原型炉なんですね。その前の実験炉の段階のものがあったわけですよね。 はい、その実験炉の名称は何でしょうかという、そちらにも名前がついてたってことですか。もちろんそういうことですよね。東海。では正解の発表です、はい、ブブー。あら、違います。正解は常陽。常陽、どういう字書くんですか。あのね、常にあの太陽のよう。あ、これ茨城県の大洗町にあるんですよ。大洗にあるんですか。そうそうそう。で、高速増殖炉の、まあ、技術的な経験を蓄積するということを目的にして1977年に運転を開始したんです。そんなに早く、1977年。そう、ここで得られた技術とかデータっていうのが次の段階になる原型炉といわれる文字の建設に利用されたということなんですね。まあ、実験炉としての役割をもうほぼ終了しちゃった今は、はい、燃料とか材料の照射実験とか民間会社のデータ提供などをね、ここでまあ行っているということですね。はい、久保さん、今週もありがとうございました。来週も